メトトレキサートヒドロキシクロロキンオーラノフィン、疾患就職性抗流まち薬は関節リウマちの病気の進行を遅らせるために使用される医薬品の総称であり分子構造に一貫性があるものではない。この用語はヒステロイド性抗炎症薬やステロイドと対比して使用されることが多い。抗流まち薬という用語は同様の文脈で使用されることがあるが、 病気の経過に対する効果を主張するものではない。歴史的に同じグループの薬剤を刺すために使用されて、きた他の用語として、関海導入薬及び、地考性交流待ち薬がある。ドマーズという用語は、最初はその名の通り関節流待ちで使われていたが、現在では、クローン病、エリテマ等です。シェーグレン症候群、免疫性血小板減少性死反病。 重症すじ無力症、サルコイドーシスなど、様々な疾患で用いられている。もともとは、赤血球沈降速度の上昇、ヘモグロビンチの低下、リウマトイド因子値の上昇、最近では、CRP 値の上昇など、疾患の根底にあると考えられている病変を示す、検査値以上を低減させる薬剤を指す言葉として登場した。最近では、骨や、 軟骨の損傷速度を減少させる薬剤を指す言葉としても使われている。一部のドマーズは弱い化学療法剤であるが、眼科学療法の副作用である免疫抑制を主な治療効果として利用している。免疫に対する作用の様式により、ドマーズは2種類に分類される。ドマーズは科学的に合成された従来の低分子療薬剤と、 遺伝子工学的に製造された新しい生物学的薬剤に細分化される。ドマーズによる治療が失敗した場合、制御されていない自己免疫疾患を安定させるためにシクロホスファミドやステロイドのパルス療法がしばしば実施される。重度の自己免疫疾患でシクロホスファミド療法が走行しなかった症例を対象にした骨髄移植の臨床試験も行われている。 さらに、ドマーズが無効な場合、ナイスガイダンスでは、主要へ新子素外剤のトシリズマブ等を使用することができる。ドマーズの併用は、併用する核薬剤を単独で投与する場合よりも少量で済む、ため、副作用のリスクを軽減できるので、しばしば実施される。多くの患者は、遠征度と少なくとも一種類のドマードを投与し、時には低用量のケイコグルココルチコイドを、 併用する。疾患の寛解が認められれば、通常のエンセズやクルココルチコイドによる治療は不要となりうる。ドマードは関節炎の制御に有用であるが、疾患を治癒させるものではない。そのため、ドマードで寛解や最適な制御が得られた場合は、薬剤を維持量に減量して継続することが多い。ドマードを中止すると、疾患が再燃したり、 リバウンドフレアを起こす可能性があり、投薬再開時に疾患のコントロールが再び確立される保証はない。ありがとうございます。